あのさ、中学生の頃さ、ガチで気持ち悪い話していい？男の子なんだけどさ、まつりがね、授業の時に、まつりの髪の毛が落ちてたんよ。まつり、ふわふわって髪の毛してるし、茶色だからさ、まあ、周り黒だからさ、まあ、わかりやすかったのかわかんないけど、同級生の男の子がね、アイくんって言うんだけど、アイくんが拾って、なんか、メモ帳に貼って、テープで。何月何日、何時間目、夏色まつりの髪の毛の先生、しかもそれをまつりに見せてきたの。見て見て、とか言って。そう、でもまあその子今モデルやってんだよね。キモい。キモいタイプの、オタクじゃねえわ。イケメン？イケメンオタク？なんで？わ かんない キモすぎて怖くなっちゃったね。それでモデルやってんだよ。その髪の毛どうなったの？え、知らない。なんか捨てといてって言ったんだけど。知らない、その後は。多分捨ててないぞ。キモすぎだ。クローン作ってるわ、やばい。クローン作られてんの、祭りな。やばちゃんから育てられるんだ、祭り。怖いよ。夏色祭りセカンドだ。だけど泣いちゃう。家に飾ってある。どういうこと？怖いな。怖い。サイコパスの極みやん。いや、祭りの場合、そういう子が多いんだよね。頭がおかしい子。授業中に大音量で AV を見始めるとか、高校に油絵の具食べる人とか、写真食べる人はまあ、写真食べる人はまあ、中学とか高校合わせて5、6人いたから、まあ別に、写真は別にいいんだけど、あとはなんか、足音をかっこよくしたいとか言って、学校のシューズの裏に画鋲を刺して、コツコツコツ ってやってるやつとか なんか、いや、俺、足音かっこよくしたいからさ、って ほんで、変な人が多いんだね そういう学校に通ってる、祭りは。祭りの学校やばすぎ。まあ、でも祭りもね、お母さんもね、お母さんもやばい学校通ってたんだよね、なんか。廊下を自転車が通るみたいな。祭りのお母さんが高校生の時は、なんか、廊下を自転車が通ってたらしい。チンチリーとか言いながら、そうそうそう。愛知県やばい。愛知県やばいのかな？祭りの周りがやばいのかな？泥団子食ってた？泥団子は食べたことないわ。泥団子はさすがに食べた。何言ってる？泥団子食べるやついる？あ、でも土は食べたわ。そっか、あんま変わらんね。なんかさ、テレビで、偏食の人みたいな番組やってて、その人は土を落としたんだよ。だから、へえ、土って美味しいんだ、と思って、土粘土みたいな、なんか、ちょっと赤っぽいさ、土あるじゃん。あれ食ってたな。あと、学校の一個上の先輩が、なんか、学校のなんか隅のとこに生えてる白いキノコ食べて運ばれてった。キノコ生えてんじゃんっつって、キノコそのまま食べて、救急車に運ばれていったよ。チャレンジャー、ちょっとね、マジで、頭おかしいやつが多い。バカしかいねえのか。多分バカしかいないんだよね。まあ、そんな感じ、愛知県は。あ、ダメだな。愛知県はとか言うと、愛知県への風評被害がやばいね。バカばっかだけど、面白そうね。まあ、面白くはあるね。そうね。3000回愛してるぞー。